今回やっていくのは、2023原アニメ、海外評価の高いアニメ、ベストテ0ンということでね、今期アニメも一通りで揃いましたが、一体どんな作品が人気あるのか、今期はかなりの大豊作と言われておりまして、ま、国内の方だとかなり人気が出ている作品っていうのは、推しの子、決めつないば水仙魔女第二期なんかが頭一つ抜けて盛り上がってる印象があります。ま、それにね、負けずとも劣らないぐらいね、かなり人気で盛り上がってる作品っていうのもいろいろありまして、天国大魔教だったり、地獄楽、アイドルマスターシンデレラガールズ U149、あと配信で全4話なんですけれどもね、馬娘、 共通ザートップの第1話なんかもかなり盛り上がっておりました。という感じでですね。まあ、今期はまあ上位層だけでも、とにかくめちゃくちゃ豊作で他の作品っていうのもかなりの粒揃いということで相当盛り上がっております。じゃ、あ一方ね。海外の今期の初動評価は一体どんな感じになっているのか海外のいろんなアニメランキングを参照させていただきまして、まあ、1つのランキングだとね。かなり偏りが出てしまうので、いくつかのねランキングのまあ合算という形でまあ、い,ろいろな評価基準を設けまして、まあ、それに準じてね。ベスト10という形でまあ、総合ランキングというものを付けてきました。第10位スキップとローファー。第9 10位とにかくかわいい第2期。第8位マッシュル。スキップとローハーは、まあ、青春、高校生の青春の作品ということで、まあ、ある程度ね、人間関係が出来上がってからの方がね、より一層面白くなってきますので、まあ、これはですね、今後どん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 伸びていくんじゃないかなと思われる作品でございます。まあ、とにかく会はね、海外人気非常に高い作品なんですけれども、まあ、海外自体がですね、ラブコメ人気が非常に高くなっておりますので、まあ、今期ね、色々あるラブコメ作品はですね、結構上位に軒並みランクインしておりました。マッシュルは、魔法史上主義の世界で、主人公が拳一つで全てをなぎ倒していく。 っていう感じの作品になりますバトル作品ですがかなり逆要素強めでございます第2話でねかなり面白くなってきたなっていう印象があります第7位ドクターストーンニューワールド第6位この素晴らしい世界にパクエン第5位 天国大魔教ドクターストーンはほんと毎回ワクワクさせてくれて、これほどね、準備段階が面白い作品っていうのも珍しいですよね。まあ、今回のドクターストーンはストーンワールドを飛び出して大公開時代、物語の根幹に至るね、石化光線の謎っていうのに迫っていきますので、まあ、かなり楽しみですね。この素晴らしい世界に爆炎王は、この蕎麦のね、めぐみを主人公にしたスピンオフ作品ということで、今までのね、ツッコミ役だったカズマさんとかがいなくなってしまったので、高魔族たちだけのね、こういうカオスな状況っていうのはかなり面白い作品でございました。天国大魔教は放送前のね、海外での注目度あまり高くなかったんです 1> けれども第1話放送後から人気爆発って感じでかなり評価を上げております、まあ、とにかくアニメーションのクオリティがめちゃくちゃ高くてなおかつ物語も毎回続きが気になる、ね、謎だらけの世界っていうのがね続きを見たくさせてくれます第4位山田くんとレベル999の恋をする第3位地獄楽第2位 鬼滅の刃、刀鍛冶の里編。山田くんはラブコメ作品なんですけれども、女子大生とプロゲーマーのね、イケメン男子高校生の恋愛模様を描いていく作品になっているということで、かなり珍しい設定ですよね。地獄楽はマッパ制作のバトル作品でも第1話から人気爆発って感じでございました。しかも第3話で新戦郷っていう物語の舞台へ突入してから、もうめちゃくちゃいろんな化け物が出てきて、ものすごく面白くなってきておりますので、まあ、今後ね、さらに伸びてくるんじゃないかなっていうところが伺えます。そして第2話、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編ということで、 実はテレビでやっていいクオリティをもう凌駕しちゃってるんですよね。第一話から本当に映画クオリティでございました。これがね、1位でもおかしくなかったんですけれども、それを押しのいて、なんと今季第1位に輝いたのはこちら。 しししののっていうことででは圧倒的でしたね、うんまあ、まだ第1話しか放送されてたんですけれどもその第1話がね90分拡大でこの1話で完結と言われても全く疑問を抱かないぐらい圧倒的な完成度を見せてきたんですよねもうこの第1話の中でほんと全ての感情を引き出されたっていうぐらいものすごいものを見せられてもうこれも鬼滅同様にもうテレビのクオリティじゃなかったんですよね今期の海外初動評価は大混戦になっていたんですけれども特にトップ3ですね押しの子鬼滅の刃地獄楽超競っておりまして、まあ、そんな中でも抜け ていたのが押しの子でございまして実際押しの子放送されてからの伸びがダントツなんですよね今期の m l のメンバー数はですねまあ、鬼滅が現状は1位なんですけれども押しの子っていうのが実際に放送始まってから2日3日足らずですね10万人以上メンバーズが伸びていたりしますので、まあ、初動はこのトップ3が評価拮抗していたんですけれどもちょっと抜ける要素を加味したら押、まあ、しの子かなって感じになりましたということで以上が2023原アニメ海外初動評価ベスト10だったんですけれども今期はめちゃくちゃ豊作ですねすごい傾向 している大混戦具合って感じでございましてまあ、このベスト10に入っていない作品でも今期トップクラスに面白いって作品他にもいっぱいあると思うんですよねっていうぐらいですねま今、あ、期上から下までかなり詰まっているめちゃくちゃ豊作なクールになっておりますのでねまあ、今期初動評価はこんな感じなんですけれどもまあ、最終的にねどんな感じの評価になるのか気になるところでございますえー、皆さんどう思いましたかぜひともこの動画でお願いしますそれじゃまた